親ロ派の車、爆発相次ぐ。占領下のウクライナ南部。ロシアが一方的に併合したウクライナ南部で、プーチン政権に協力する親ロシア派政治家らが乗った車が爆発などに巻き込まれる事件が相次いでいる。と、これ、12月24日の時事通信の記事なんですけど、ウクライナ軍の砲撃とはまた違う動きのようですね。占領下の地域で爆発ってことは、特殊部隊による破壊工作かしら？最近はあまり目立った活動が聞こえてこないけど、あるいはパルチザンとか。そうだな、この爆発は潜伏していた破壊工作員が関与した可能性があると見られているぜ。12月21日にはロシアの元副首相であり現ドネツク人民共和国の軍事顧問、そしてドネツク人民共和国の首相を狙った砲撃をウクライナ軍が行ったとの報道が出てきたが、12月に入ってから、それ以外にもロシア系の政府関係者が次々と被害に遭っていることが明らかになっている。12月12日には、ヘルソン州の第一副知事の車が爆発し、本人は負傷、運転手は死亡している。22日にはカホウカ地区の親ロ派の町長と運転手の車が爆発。そして23日にはメリトポリでロシア連邦保安局 FSB の職員2人が乗っていた車が爆発して負傷した。怒涛の勢いですね。しかも KGB の後継組織である FSB の職員まで、ピンポイントで重要なポストについてる人の車が爆発してるじゃない。狙い撃ちかしら。まだ狙われてない人も次は自分なんじゃないかとヒヤヒヤで生きた心地しなさそうだわ。ちなみにこれは公式情報ではないが、23日に爆発した車に乗っていたこの FSB 職員2人、どうやらウクライナによって捕獲されたようだ。これが確かならば、かなりの大物を捕獲することに成功したと言えるだろう。ということで今回は、ロシア高官が次々襲撃、ロシア占領地で頻発する工作部隊による大爆発と題し、12月中に発生したこれらロシア政府高官に対する襲撃の顛末や結果についてまとめてみよう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。では、12月に入ってからロシア支配地域で相次いでいる爆発について見ていこう。まずは12月23日、ザポリージャ州の州都メリトポリで確認された車の爆発についてだ。ツイッター上は爆発した車の様子が公開されており、なんとも壮絶な爆発があったことが容易に推測できる。乗っていたのは FSB の職員2人だったとのことだ。真っ黒に焦げてますね。とてつもない殺意を感じますわ。乗っていた二人は共に重傷を負っているようだが、亡くなったという情報は出ておらず、彼らの命は助かっているようだ。そしてこの件に関係する情報かは不明なのだが、この爆発と同じタイミングで、ウクライナは FSB の職員2人を捕獲したという未確認情報が SNS 上で公開されている。これは予測でしかないが、このメリトポリで被害に遭った FSB 職員がウクライナ側に捕獲され、そのまま捕虜となった可能性もありそうだな。生け捕りに成功したなら破壊工作員の大手柄ですね。爆発と関係なく別の FSB 職員がヘマやらかして捕まったって可能性もあるけど、それはかなり低そうね。この爆発が起きたメリトポリは、現在のロシア軍にとって兵站の要中の要である都市だ。クリミア大橋が爆破されてからというもの、ロシアが支配しているウクライナ南部と東部をつなぐ補給路であるメリトポリの重要性はますます高まっている。これはもちろん反ロシア勢力からすれば真っ先に潰したい場所でもあるため、以前からこの都市では、パルチザンが積極的に破壊活動を行っているということはこれまでにも触れてきた通りだぜ。メリトポリのパルチザンはクリミア半島との間を結ぶ鉄道橋の破壊や、送電線を爆破したりしていたわね。でも確かロシアはロシアで、メリトポリやヘルソン市街地とかに特殊部隊のスペツナズを配置して、反ロシア派勢力の活動を取り締まろうとしてたじゃない。にもかかわらずなんでただでさえ狙うのが難しそうな、FSB の職員2人が乗ってた車を爆破できたんや。確かにメリトポリ市内は、警備のためにロシアの治安維持部隊が多数展開されているはずだった地域だ。ところが、今回そんなメリトポリで、しかも FSB 職員の車が爆破されることとなった。近頃はパルチザンらの活動はあまり聞こえてこなかったものの、今回の報道を受けるに、12月末になってもまだロシアの治安維持部隊は反ロシア派の活動を制御しきれていなかったようだな。また11月には、
メリトポリやザポリージャ州の港湾都市であるベルジャンシクの北側に、ウクライナ軍を絶対に倒産との意思が感じられる長い塹壕が築かれていることも明らかとなっていたが、その塹壕の内側の地域でもまだロシア側に大きな被害があるということは、やはり相変わらずロシア軍が占領地の統治をうまく行えていないことを意味しているのだろう。また、このメリトポリでの爆発が起きる前日の12月22日には、ロシアの報道機関であるタス通信が、ヘルソン州のロシア占領府のリュービミフカのシュテパ町長が乗った車が爆発炎上したと報じている。この爆発で町長は亡くなったとのことだ。これも SNS に動画が上がっており、燃えている様子が見られるぜ。これまた慈悲のかけらもない燃え方してるわね。黒煙が吹き上がってますやん。町長は車でドニプロ川東岸のカホフカ地区を走行していた時に即席爆発装置による被害に遭ったとのことで、タス通信はこの事件の原因をウクライナ側のパルチザンによるものであるとしている。ちなみに先ほどのメリトポリの FSB 職員を攻撃した方法も即席爆発装置によるものであったそうだ。さらに12月20日にはロシア占領下のドネツク州マリウポリでもパルチザンがロシア軍の基地に放火したことが確認されている。場所はイリーチヤ金工場という工場だったようだ。おそらくロシア軍がマリウポリ占領後に基地化した場所だろう。そして12月16日にはザポリージャ州ベルジャンシクの変電所でもウクライナのパルチザンによる破壊工作活動があったことを ISW が報告しているぜ。止まらないっすね。もはや占領できてるのか怪しくなってくるレベルで好き放題やられすぎじゃないかしら。ロシア前線もなかなかに地獄だけど、支配地域であるはずの内側も連日のように炎上してるとか、どこに敵が潜んでるかわからなくてロシア側の精神的な消耗が半端なさそうだわ。ああ、これだけでも十分すぎるほどに多いくらいだが、まだまだ続くぜ。クリミア半島でのパルチザンの活動も挙げればキリがない。12月10日にはクリミア半島南東部の集落ソビエツキーでロシア軍兵舎への襲撃が確認されており、これによって200人以上が避難する事態となっている。この襲撃を実行したのは、ウクライナ人と先住民族タタール人からなるアテシというパルチザン組織とのことだ。さらに12月17日にはクリミア半島南部の都市シンフェロポリでも破壊工作があり、これによって数台の軍用トラックとガソリンタンカーが被害を受けたとのことだ。クリミアでは他にも港湾都市セバストポリでパルチザンの活動が報告されているぜ。各地で幅広く破壊工作されてますやん。どこもまともに抑え込むことはできてないみたいね。これらパルチザンが活動を行う地域は、メリトポリをはじめマリウポリにしろベルジャンシクにしろシンフェロポリにしろセバストポリにしろ、あらゆる場所がロシアにとって補給の中継点だったり軍港だったりと、占領地の重要な拠点となっている。そういう要所ってのは本来厳重に守りを固めておかないといけないところよね。そんな場所に次々と破壊工作を仕掛けられているということは、ロシア軍が占領地のどこにおいても統治に苦しんでいることを示していると言えそうですね。うむ。彼らはウクライナ軍への攻撃だけではなく、占領地の行政対応にもかなりの労力を割かれているような印象だ。ではこうした各地での反ロシアのパルチザンの活動に対し、ロシア当局は実際どのように対応を図ろうとしているのか、次はこの点を見ていこう。パルチザンに対するロシア軍の取り締まり活動はもちろん開戦してからずっと続いていた。ところが12月に入ってからまた活動が活発化したことを受けてか、12月中旬からはロシア軍がパルチザンに対する取り締まりの強化を行っていることについても、ISW などの各種情報機関が報告しているぜ。例えば12月8日の ISW の報告では、ロシア連邦保安局 FSB の部隊が、盗聴やインターネットを監視するという方法で、ウクライナのパルチザンとその協力者を摘発するためにウクライナ南部で活動を開始したことが報告されていた。これはいくらか成果を上げたようで、多くのパルチザンが逮捕されたようだな。ふむ、先ほど触れたメリトポリで爆発事故にあったという FSB 職員の2人というのは、この時に派遣された職員だったって可能性もあるのかしら。そうだとしたらめちゃくちゃ熱い展開ね。パルチザンがパルチザン狩りを出し抜くとは。また、12月19日にはロシアの占領当局がザポリージャ州で夜間外出禁止令を導入している。これにはウクライナ人の住民の移動や占領地脱出を抑止するとともに、主にメリトポリでのパルチザンの夜間の活動を抑制しようという狙いがあると見られている。12月23日の ISW の報告でも、町長が爆発事故に遭い死亡したヘルソン州ドニプロ川東岸部と、パルチザンの活動が積極的に報告されているクリミア半島にて、保安強化措置を進めているとの指摘がなされているぜ。新ロシア派の政府関係者がここまで連続で狙い撃ちにされてるんだから、して当然って感じではあるけど、ちゃんとなんとかしようと動いてはいるのね。ああ、
正しこうした措置の効果が出ているのかについては疑わしい部分がある。なんせメリトポリで FSB の職員が爆破の被害に遭ったのは、これらロシアによる対策の後のことだからな。ロシア視点ではまだまだ今以上に対策の強化や、保安部隊を各地に展開する必要があるだろう。ともするとロシア国内からさらにその保安部隊の人員を拠出する必要が出てくる。だが、ロシア国内、最近では首都のモスクワ付近でも爆発事故が相次いでいるような状況で、一体どれだけの保安部隊をウクライナの支配地域に展開できるのかは疑問だぜ。12月26日にも、ウクライナ北東部の国境から 700km 近く離れているロシア本土のエンゲリス空軍基地に、ドローン攻撃があったみたいですしね。この空軍基地は12月5日にも攻撃されていたから警備が手薄だったとは思えないんだけど、ロシア本土の基地でさえこのありさまだったら、ウクライナのロシア占領地なんてただでさえ人手不足なロシアには手が回らないやろな。うむ。前から言われているようにとにかくロシアは深刻な人手不足に頭を悩ませているが、仮に頭数だけ揃えても、スペツナズでさえ手を焼いていたパルチザンに対処できるようになるとも考えにくい。今のところロシア軍にこの問題を解決する術はないと見ていいだろう。これからもしばらくはロシア占領地で不審な爆発や火災の報道が続くことになるかもしれない。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。